ワンズワースはワンズワース区に含まれるロンドン南西部の地区である。チャリングクロスから4.6マイルの位置にある。この地区はロンドンプランにおいてクレーターロンドン中の主要地点35の一つに選ばれている。ワンズワースの名前はこの地区でテムズ川に注ぎ込むワンドル川から取られている。ワンズワースの名前は1086年のドゥームズデーブックに ワンディゾワードやウェンドリスワードとして記録されている。これはワンデルの土地という意味だが、この名前もワンドル川から借用したものである。この地区を内包するワンズワース区と区別するため、地区の大部分にわたる、かつてのワンズワース地区とメトロポリタンバラオブワンズワースにあたる地域はワンズワースタウンとしても知られている。1916年に作られた。 メトロポリタンバラオブワンズワースの地区を表す地図。ドゥームズデイブックが作成された当時、ワンズワース地区はアンスカルフィの息子ウィリアムと聖ワンドリル修道院が分割していた。ドゥームズデイブックには面積が12ハイドで5ハイドの工作地と22エーカーの草地が存在すると記録されている。土地の価値は9ポンドとされた。少なくとも16世紀初期までには、 ワンズワースへの連続した移民の波が訪れている。1590年代の迫害から逃れ、オランダからやってきたプロテスタントの金属細工した地から、近年東ヨーロッパの EU 加盟国からやってきた人々に至るまで、この地区は多様な人々を受け入れてきた。ワンズワースタウンの中心とティムズ川の間には、ヤングカンパニーズラム醸造所の敷地が存在する。 伝統的なソンビールは1581年から425年間この場所で醸造され続け、ラム醸造所は継続してビール醸造を行っている英国最古の醸造所になった。シャイアーバが描かれた醸造所の奴隷は現在でも地元のパブにビールを運ぶ際に使用されている。ヤングスは2006年9月にベッドフォードのチャールズウェルズと合併した際に ワンズワースでの醸造を停止したが、現在でも一人の職人が少量ながらこの場所での醸造を続けている。また、2012年にはこの場所を住宅地とショッピングレジャー施設が併設する地域として再開発する計画が持ち上がっている。ワンズワースガス工場はワンズワース橋近くのテムズ川沿い2834年に建設された。 事業は1854年にはアンズワースパトニー、ガスライトコークカンパニーとなり、1856年にはアクトーブパーラメントと合併している。石炭ガスを作るための石炭はノースイーストイングランドから運び込まれ、ガス工場脇のテムズ川で荷下ろしされた。会社は数度の合併と買収を経て大きくなり、1936年までには、 ロンドン南西部のかなり広範囲にガスを供給するようになった。会社の名前は合併や近隣会社による買収の度に変更されていたが、1936年からは一貫してワンズワースディストリクトガスカンパニーとの名称が使われている。会社は1949年に国営化され、サウスイースタンガスボードの一部に組み込まれている。 チャーチロー川沿いの以前不登が存在した地域は、現在新しいアパートメントが立ち並ぶ区域になっており、バーやレストランもいくつか開店している。シップインやウォーターフロントといった有名パブは、それぞれワンズワース橋両端の西側、東側に位置している。ワンズワースコモンは、テムズ川から少し離れたイーストヒルの頂上にあり、 地域でトーストラックとして知られる高級タウンハウス街に隣接している。また同じ地域にはレストランシェーブルースがあるが、この店はかつてハーベイズとして知られた店で、シェフのゴードン・ラムゼーはここで修行していたほか、1999年にミシュランの一つ星を獲得したブルースプールが共同経営者を務めている。この地区にはロイヤル・ベクトリア・ペートリアティック・ビルディングがあり、 建物の中には、フラットや演劇学校、レストランが入っている。トンズリーズ、オールド、ヨークロードは、テムズ川と町の中心部両方にほど近い、オールドワンズワースの住宅街で、町の名前によくトンズリーとの単語が含まれるためこう、呼ばれている。オールドヨークロードの中心にあるカフェや店舗では、村の生活を思わせるような雰囲気が漂っている。この地区には、 ロイヤルスタンダードイーストヒル、アルマといった三つの有名パブが存在する。ブレーディのフィッシュレストランでは伝統的なフィッシュチップスが販売されている。この地区は BBC のテレビシリーズアウトナンバードで使用されている。ワンズワースコモンの生誕と接するイーストヒル地区は多数のビクトリア朝建築が立ち並ぶエリアである。ワンズワース、ハイストリートには 映画館とレストランの複合施設、サウスサイドワンズワースが建っている。ショッピングセンターの陰には、ジョージオー公園が存在し、園には、上流のアールスフィールドから、南のウィンブルドンまで流れ込むワンドル川が流れている。ワンズワース博物館は、以前ビクトリア図書館が存在した、ウェストヒルに位置し、2007年に、この場所へ移転してきた。 ドモーガンセンターは現在この博物館内に存在し、ビクトリア町の芸術作品コレクションを所蔵している。航空工学のパイオニアであるアリオット・バードン・ローを称えるグリーンプラークは、ワンズワース・カウンシルとバードン・ロー家の人々が出席して除幕された。このプラークは、ウェストヒル47番地の兄弟宅に、ローが構えた作業場につけられ、 A3 沿いのワンズワースファイア駅近くに位置している。ワンズワース橋のラウンドアバート真下にある地下通路はスタンデー・キューブリックの時計仕掛けのオレンジ中でホームレスが襲われるシーンに登場する。最寄り駅はワンズワースタウン駅、ワンズワースコモン駅、アールスフィールド駅である。諸成人協会は12世紀に遡るワンズワース地区の元々の教区協会であり、 現在の建物は大部分が18世紀の建築である。西安教会とホーリートリニティチャーチは人口増加に伴って19世紀に建設された。1851年に建設されたワンズワース刑務所はカテゴリー B の男性囚人用刑務所である。この刑務所はロンドン最大であるだけでなく同じ収容人数のリバプール刑務所と並んで、 ヨーロッパ最大の刑務所の一つである。ありがとうございます。